せーの、ほやほや食べチョコ進行夫婦。おはようございます。おはようございます。ということで、リアルモーニングルーティーン、寝起き、はい、5秒ぐらいで動画を撮っております。はい、5秒は嘘つきました。 30分です。でもメイクにしてないの、ほぼ。あら、出た出たまたしてない。ということで、はい、朝なんですけど、はい、Uber Eatsをね、朝ごはんにカブが、はい、とっておきのご飯を作るって言って夜に来たんだけど今日はしょうこちゃんのために朝ごはんを作るって言って2日経ちましたせやねいつも早起きなのにさ、はい、それを言ってる日は絶対起きれないよね。いやね、本当にね、なんかね、うん、申し訳ないです。うん、全然、私はいいの。あなたの作る料理はどんなのなのか逆に気になるけど。いや、こうスケジュールの都合上ね、うん、動画をちょっと朝撮ろうって言ってて、うん、朝ごはん作る動画撮ろうって言うて、うん、言うんですけども、いつも起きるのギリギリになってしまって、ね、こんな感じになります。乾杯でーす。乾杯。サブウェイの朝ごはん、はい、そうでございます。まあね、だってこれを、はい、本当は作ったテーマにしようとしてたよねいやいやいや、作ったテーマでは全部この袋をしょうこちゃんに出したら、うん、しょうこちゃんは、うん、サブウェイって気づくかどうかなっていうところです。そういうのにしようかなと思ったくらい。ただ、うん、ただですよ、うん、これどう見てもサブウェイだわ。バレるね、これはもう。どこのでもバレそう。サブウェイ。え、何？ん？なんかあなたエビだったよね。うん、エビだわ。すごい、ごまいっぱいだね。これは注文してない。え？パンは勝手に向こうが決めて。多分お任せのやつでしょ。ごまのパン余ってたんかな。エビにはごまが合うんじゃない。いただきます。ってことで、今朝8時なんですけども、今日はうん、しょうこちゃんが何年かぶりにマッサージに行くということで、うん、はい、今日は、うん、いつも男性のところのマッサージに行ってんだけど、うん、女性のマッサージのところに行ってます。なんか、うん、妊活にいいみたい。そうなんって聞いて、うん、行くの。へえ。別にそれだけじゃなくて、肩がすごい凝ってるから行くんだけど、うん、なんかそれにもいいよって言われた。そう、質問あって。それはいいですね。はい、あとはね、今日ね、はい、朝ね、朝一で私携帯見たら、はい、私今日ブログランキング1位だった。すごい。総合でもだし、うん、女性タレントでも1位だった。おめでとう。ありがとうございます。ブログの女王。はい、ついてるよ、パンのカス唇に、うん、ブログの女王、うん、大丈夫パンカスつけたブログの女王1位の私です。で、だいたい朝9時から、うん、最近株の売買にハマってまして、朝9時から張り付いてるっていう、うん、なんかね、うん、まあ僕この名前で活動してから 5年ぐらい経つんですけど、株金っていう名前で、うん、この活動中に、うん、同じこの名前っていうか、まあ、あだ名みたいなので、うん、まあ、SNS 上にだいたい年 1,2 ぐらいでこう、うん、増えるんですよ、同じ名前の人が。あー、株金って名前が、うん、うんうん、別にその、うん、なんていうの、わざと被せてるんじゃなくて、なんかもういろいろ被ってきてるけど、株とか被せてきてるんじゃなくて今事故った、うん、もう事故りまくり。そうじゃなくて、そう、違う、僕に合わせてじゃなくて、うん、そのね、アイコンを僕にして、その偽物ってことじゃなくて、あなたのファンでもなくて、そう、じゃなくて、うん、2パターンいて、うん、1つ目は、うん、株、まあ、株元とか、なんかそういう名前の人で、うん、名前が株っていう、はい、まあ僕の知り合いでも株元さんいるんですけども、その株元さんは株金って名前じゃないけど、うん、まあそういったパターンね。そういうちょっと、ニックネーム的な。そう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 、名前から来てるのと、うんうん、もう一個は、株クラスターの人、うんうんうん、要は株の売買とかする人で、うん、株キングみたいな名前。あー、はい、それで株金って名乗ってる人もいるんですよ。なんかあれみたい、ポケモンのさ、うん、株キングみたいなさまあ確かに、だんだん恋キングがさ、確かに。じゃあ僕はまだ進化途中ですか。まだ進化途中の、はい、ちょうど中途半端なところ
まあそうです、中途半端、ね、ここか今後伸びしろあるよっていう。さあ株キングになるの？なります、なります。まあでも株やってる人もやっぱ年1人2人やっぱどんどん増えてて、うん、株金っていう名前で、あ、株がいい。そうで、でついにこ僕も結構本格的に、うん、まあやってるんで株をね、始めて、はい、どうしようかなと思って株キングの座を、うん、うん、大変だねなかなか難しいちょっと譲ってもらえないかな。株キングマスターには。そうそう、ちょっとそこ、はい、ぶつかってるのどうしようかなっていう、うん、っていうちょっとしたどうでもいい話だったんですけど、うん、あとね、うん、昨日のマッサージをした動画を上げたんですけども、うん、なんかね YouTube の機能上、うん、まあそのサムネがね、うん、そのなんか不適切なものと AI が判断して、うん、勝手に剥がすんですよサムネを、うんうん、勝手にね。サムネってこのまあ動画の表紙みたいなやつで、うん、これそのサムネを見て人はこの動画見たいと思ってまあクリックするんですけども、うん、それは自分で設定してるんです、うん、まあ、ちょっと確かにセクシー味はあったんです、うんうん、多少ね、まあ、上半身脱いでたし、まあ、見てもらったら分かるんですけど、ちょっとセクシー味はあったんですけども、うん、下品ではないし、うん、全然、まあね、何もなんかそのうん、そんなあざとくもないし、まあ意外とね、本当に、うん、そんなサムネだったんですけども、うん、AI が剥がし寄って、うん、剥がすと、うん、なんか動画の中のどっかワンシーンに勝手に設定されるんです、ねうん、なんか AI が良さそうなところを、まあ良さそう、どう良さそうの基準は全く分かんないけど、うん、そのシーンが、うん、翔子ちゃんがお守りを持ってこられて、うんなんか魔除けのようにさ、みんなのこと魔除けみたいなさ、サムネがさ突然さ、子だからお守りを、子授かりのさ、毎回さ、こうやってやってる、4回ぐらい剥がされてたよね。なんかそのだからその間違いで剥がしてるから、間違いっていうかね、うん、そのさじ加減はさ、うん、あっちのなんか肌色とか肌のあれがちょっと、いや分からないよ、そこのさじ加減は AI だから分かんないんだけど、うん、決してその動画に制限もついてないし18禁がついてるわけでもないし、うんうんうん、収益化もされてるけど、うん、サムネだけ剥がされるっていうのがね、うん、あって、剥がされて、まあなんか違うサムネに変えます、その、うんうん、変えるんですよ。同じやつだとやっぱ、うん、もうね、ロボットだから分かってるから、これは違うってなるから、ま、違うよってね、違う、まあ、似たようなやつに変えて、うん、で1時間ぐらいほっとくと剥がされ、またお守り、そお守りコメントをね新しいのいただくたびに、うん、そのお守りのさ、うん、サムネに変わってんの、だから株またサムネ変わってるよって、うん、またお守りになってるよって言ってさ、うん、面白かった。冒頭あのお守りが強力なパワー走ってるのかもしれないけどね、うん、なんかだってあれさ、コメントでもね、うん、書いてくれてる人いて、うん、ありましたね。偶然ちょうど一緒の時ぐらいに私たちが野宮神社って読む みたいな感じって書いてるね、うん、なんか、うん、京都の野宮神社野宮か野宮神社なんだけど、うん、そこがすごくいいですよって書いてる人がいて、うん、わ、私ちょうど持ってるそこのと思ったから、うんうんびっくりした、引き寄せてんのかなね、うん、っていう感じ。なんなんだろうね AI のなんかね基準がね、うん、そういうのってさ、なんかその、うん、エロいと思った人がエロいみたいなやつだよね、うん、じゃない、うん、TikTok もまあそれだからね、これはダメでしょって言う人が一番エロいみたいなやつだよね、うんうん、だからもう Google めちゃめちゃエロいんじゃないかっていう話ですよ、うん、そう思いませんか、うん、これ世界一健全なチャンネルじゃん、それはどうかといや健全じゃんそんな、まあ、こんな夫婦セ夫婦のリアルな、まあリアルリアリティショーだね、でショーって言っちゃったらちょっとたまにショータイムが全然、こんな世界一健全なチャンネルなのにね、僕が今まで人生でやってきたその自分の YouTube コンテンツの中で一番平和ですよ。あ、そっか、今まで際どかったからね。でもよかった、翔子ちゃんがちょっと元気になってきて、うん、本当に、うん、動画のコメントのおかげだっていうのがすごいね、うん、それですっごいパワーアップしたもんね、コメントとブログ上げてその反響とか、うん、コメントで、ブログのコメントも書いてくださってる方めっちゃいて、ね、その裏に書いたの、うん、見えないのコメントは一応ね、みんなからは、うんうん、だからすごいいっぱいみんな体験談を書いてくれて、すごいすごい、なんかこんなことあるんだってぐらい、そう
前向きになってたんで、コメント温かいですね。あとはその普段コメントをその不妊症の、うんうん、まあについて喋ってる動画があるんですけど、そこ のコメント量5倍ぐらいあって、普段の動画の私もちょっと、うん、ちょっとずつ返してるっていうのもあるかもしれないけど、うん、5倍ぐらいあって、今までそのコメントまではしないけど見てくれてる視聴者の人がいて、うんうん、そういう人たちがこう初めてこうコメントしてくれてるみたいなパターン、うんこっちに伝わるわけじゃん。今までどういう人が見てるかが分かんなかったのが、うん、私はこういうバックグラウンドでこういうことがあってって書いてくれてみて、うん、あ、意外と、うん、そのやっぱ同年代の人とかそういうなんかちょっと上の方とかも見てくれてる人多くて、うん、ええー、と思って嬉しかった。それは確かに、なんか今までなんかもっと若い人とかも見てるのかなと思ってたの、うん、ちゃんとこうね実像を、ねうん、把握できないのがそれが分かって、確かに YouTube めっちゃいいじゃんと思ってね。はい、なんかオフ会できそうな勢いだった。そうなんだ。そこまでいった。本当になんかどういう人が見てくれてるのか分かったんで、なんか積極的に、うん、コメント嬉しいですね。全然こういう動画でもそんな見たよぐらいのコメントでも嬉しいんで、ね、一言でもすごく嬉しいのでありがとうございます、はい、それでしょこちゃんすごい元気もらってたんで引き続きね、はい、コメントね、お叱り何でもいいんでいただけたら幸いです、はいはい、そんな感じで今日も一日始まるんですけど楽しくやっていきましょうって感じです。はいはい、そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではまたね、バイバイ。